今回は夏川天心が工事に顔面を壊された梅野源氏を誹謗した3つの理由についてです。那須川天心選手はツイートで第3のパンチを避けるのも技術などと顔面を骨折させられた梅野源氏選手の傷に塩を塗るようなツイートをしました。なぜ反則した浩二選手を批判するのではなく梅野源氏選手を批判したのでしょうか。それには那須川天心選手がいろいろとフラストレーションを抱えていること、また浩二選手はお金になること、那須川選手の身長などが理由となります。那須川天心選手はキックでも相手がいなく待望のタケル戦も決まっていたのですが、タケル選手の怪我で延期となってしまいました。とてもフラストレーションを抱えています。ライジン28では1ラウンドに1人ずつ相手するという飛んだ茶番の客寄せパンダになってしまいました。そのフラストレーションが溜まっているのではないでしょうか。また普通に考えれば浩二選手を批判すれば良いのですが、格闘関係者は浩二選手のことを批判はしません。それはお金になる気だからです。浩二選手とうまく付き合っていけばお金や名声につながるので誰も批判はしないのです。雷神の解説者のリキックスや高田総統も浩二選手を褒めたたえていました。ひどいのはストラッサー喜一選手です。ストラッサー喜一選手は浩二選手を批判するのではなく白鳥選手を批判しました。それは試合後のマイクです。試合後のマイクで白鳥選手はバッティングについて言う必要はないなどと言っていました。浩二選手は反則で顔面を骨折させイベント自体を成り立たなくし、決勝でも数十発のバッティングを与え選手です。それにもかかわらず誰も非難せず、なぜか白鳥選手を批判する始末です。白鳥選手の男気を褒めたたえるのが当たり前だと思うのですが、ストラッサー選手は批判していました。またストラッサー選手は朝倉未来選手にコーチをしてもいいなどと動画で言うなど、お金になりそうなところにあやかろうとしています。やはり悲しいことに格闘技もお金次第ではないでしょうか。那須川選手も同じく、浩二選手のことはあまり触れずにお金にならない梅野源氏選手をディスっています。実は那須川選手はバッティングについてはあまり考える必要がありません。なぜなら言い方は悪いですがチビだからです。165センチの那須川天心に頭突きできるのは身長160センチぐらいの99の岡村さんや鍋やかんぐらいでしょう。そんなバッティングの心配がない那須川さんに批判された梅野源氏選手はたまったものでもありません。やはり那須川選手は相当フラストレーションが溜まっているみたいです。格闘技は強ければいいと思っていたのですが、浩二選手や朝倉の兄貴などお金を持っている人にみんななびくようです。このようなお金になびく人たちを見ていると早く堀口選手に帰ってきてほしいと思います。やはり堀口選手は史上最高のファイターだというのが今回の那須川天心選手のツイートでも分かりました。格闘家の鍛えられた拳もお金の力には勝てないようです。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それではさよなら。